ラテ・コエール521ラッティカウェア521ラテ・コエール521は、フランスのラテ・コエール社で製造された6発飛行艇であり、最初の大西洋横断大型旅客飛行艇の1機であった。6機のうち2機のエンジンは後ろ向きに搭載され、内側のエンジンと共に、タンデム配置となっていた。初飛行は1935年1月10日に行われ、これに続いて、 北アフリカのダカール経由で、ブラジルのナタールへ向かいフランス領アンティル北部に到達する G 飛行が行われた。この初飛行は、フランスのアメリカ統治300年を記念したもので、あったが、ペンサコーラに到着後ハリケーンに見舞われて破損した。機体は修理のために船で、フランスへ運ばれ、エールフランスの大西洋横断航空路に就航する前に修理された。 1937年6月には、ナタールへ無着陸飛行を行った後、北、大西洋経由で、フランスへ帰還した。その後より高出力のエンジンを装着され、1939年5月から7月の間にさらに4回のニューヨーク往復飛行を実施した。この往復飛行の1回で、アンリ・ギヨメの操縦するラテコ L521 は、 ニューヨークからビスカロスへ、エンジンが一発停止した状態で 5875km の距離を、平均速度時速 206km で飛行した。ラテコエール521は72名の乗客が、快適な状態で搭乗できた。仮想デッキには20客の肘掛け子とテーブルを備えた、サロン、バスルーム付きの豪華な2名用お客室、別に22名分の座席、調理室、 バー、荷物室があり、上層デッキには18名分の座席、貨物室、3名の飛行機関使用の事務室があった。第二次世界大戦が勃発すると、ラテコエール521は、モロッコのポール両手に基地を置く、フランス海軍の E6 艦隊に配属され、北、大西洋海域の偵察に使用された。1940年6月の独仏、急戦協定後に、 マルセイユ近郊のベール湖へ移動したが、最後は1944年8月に退却する、ドイツ軍により破壊された。ラテコエール521は1機製造された、民間旅客型のレイト522ビルデセインと、ピエールと3機製造された海軍型のレイト523の元となった。トラレイティドフロム FR、ウィキペディア。ありがとうございます。